ヤン・マーデン・ボローはイギリスのレーシングドライバー。名前のジャンの発音はジャンではなくヤンである。彼へのインタビュー動画や紹介動画でもヤンと発音されていることが確認でき、すが公開している GT アカデミーの卒業生一覧にもヤン・マーデン・ボローと記載されている。性についてもマードン・ボローはイギリス英語ではマーデンバラと発音されるため、 ヤン・マーデン・バラの日本語表記が本来の発音に一番近い。ヤン・マーデン・ボローはプロサッカー選手の父、スティーブ・マーデン・ボローの息子としてイングランド北部の町ダーリントンで生まれた。マーデン・ボローが誕生した当時、父親はダーリントン FC でプレーしていた。その後、家族は父親がダーリントンに在籍する以前に所属していたカーディフ・シティ FC のあるウェールズのカーディフに移り住んだ。 たためそこで彼は育ったマーデンボローは GT アカデミーに入るまで真剣にレースに向き合える機会に恵まれていなかった幼少期のレースキャリアについて日本のオートスポーツ紙のインタビューで聞かれたマーデンボローはなぜだかウィキペディアにレーシングカートをやっていたと書かれているが数回友達の誕生日にインドアカートに遊びに行ったことがあるぐらい僕には レーシングカーとの経験がない。Wikipedia は間違っていると答えている。2011年にマーデンボローは GT アカデミーの育成選手選考大会に参加した。この大会は日産とソニーコンピュータエンタテインメントの協賛によって開催されていた。参加者はプレイステーション3のドライビングゲームソフトのグランツーリスモシリーズをプレイして競い合った。 優勝者は、プロのレーシングドライバーになるチャンスが与えられる。マーデンボローは9万名の参加者にセリ勝ち、2011年の大会を制した。スパ24時間の表彰台に立つマーデンボロー GP32014 年シーズンのシルバーストン戦で、アーデンインターナショナルのレースカーをドライブする、マーデンボローを優勝したマーデンボローは2012年のドバイ24時間レースに日産チームで参戦する。 権利を得た。マーデン・ボローはドバイ24時間レースに出場し、彼がエントリーした SP2 クラスで3位の成績を挙げた。2012年シーズンのブリティッシュ GT 選手権にアレックス・バンコムとパートナーを組んで参戦し、1回の優勝を挙げ、GT3 クラスの6位でシーズンを終えた。さらに彼はブランパン耐久シリーズの4戦に参戦している。2013年になると、 マーデンボローはフォーミュラカーのレースに参戦の場を移した。年初にマーデンボローはニュージーランドのフォーミュラカーシリーズのトヨタレーシングシリーズに参戦し、新人最上位の10位で選手権を終えた。その後はヨーロッパに戻り、カーリンモータースポーツのシートを確保して FIA ヨーロッパフォーミュラ参戦試験とイギリスフォーミュラ参戦試験に参戦した。なお、同年には、 スパ24時間にも参戦している。F3 を主戦場とした2013年シーズンの後、アーデイ,インターナショナルに加入して、GP3 の2014年シーズンを戦うことになり、レッドブルのジュニアチームの若手ドライバーの育成プログラムにも署名した。ドイツのホッケンハイム戦では、第1ラウンドの順位を逆にしたグリッドで争われる、第2ラウンドにおいて、彼は、 第2ラウンドのポールポジションとファステストラップを出して GT3 は初優勝を挙げた。2014年のグッドウッドフェスティバルオブスピードにおいてマーデンボローはニスモの日産 GT-R のタイムアタックパッケージをドライブして有名なグッドウッドヒルと呼ばれるヒルクライムレースで参加したスーパーカーをしのぎ最速のタイムを計測した。2015年は 日産モータースポーツインターナショナルチームに所属し、FIA 世界耐久選手権の LMP1 クラスに参戦し、ルマン24時間レースにも参戦した。2016年は日本に拠点を移し、日産ドライバーデベロップメントプログラムから、スーパー GT GT300 クラス及び全日本海参選手権に参戦した。全日本海参選手権ではシーズン2位を獲得した。 2017年は、スーパー GT GT500 クラス、スーパーフォーミュラにステップアップし、スーパー GT は、チームインパルから安田博信と、スーパーフォーミュラは関口優貴とタッグを組み参戦した。ヨーロッパフォーミュラ参戦試験、GP3000 日本フォーミュラ参戦試験、スーパーフォーミュラスーパー GT 世界耐久選手権、ルマン24時間レース。ありがとうございます。